枝野幸男代表、おめでございます。早速激励のご挨拶をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。立憲民主党代表の枝野幸男です。たくさんの皆さんにお集まりをいただいたり足を止めていただき本当にありがとうございます。篠原豪さんが立憲民主党に加わっていただいて今日でちょうど1年、立憲民主党の誕生日は3日前10月3日でございました。記念日とか誕生日とかあんまり個人的には大事にしてこなかったんですが、今私は改めてその大事さを感じています。皆さんの力で立憲民主党を大きく押し上げていただいた、篠原豪さんも国会に送っていただいた、国会の中で1年仕事をしていると、その初心原点をもう一度確認する、それが決闘の日、立憲民主党全体としては10月3日であり、篠原さんは今日10月6日立憲民主党に加わった。改めて私たちの初心原点をこうした機会に再確認しながら私たちは進んでいきたい、進んでいかなければならないと思って、真っ当な政治を取り戻す、右でも左でもなく上からの政治を草の根からの政治へ、上の方だけ見て進めている政策を草の根からの政策に変えていかなければならない。私は去年の選挙以来ずっと訴えております。川田さん今日話しました、ということは今だけ金だけ自分だけと非常に分かりやすく、今の日本の社会状況を川田君この間から演説で使っているので私もパクらせてもらっています。あ、もう川田君のことで、ね、君って言うと国会議員に向かって君はないだろう、私19歳の時から知ってるもんですからつい君と呼んでしまいます。まさに今だけ良ければいい、金になればいい、自分さえ良ければいい、これが今の政治の姿じゃないですか、今の日本の社会の姿じゃないですか。本当にそれでこの社会成り立ちますか、あなたの暮らしは成り立ちますか、あなたの未来は成り立ちますか。私たちはこの今だけ金だけ自分だけのこの社会に対してもう一つの選択肢、お互い様に支え合う社会をもう一度皆さんと共に作っていきたい、そう思っています。強いものばかり見ているからピンボケの政策が行われます。保育所をタダにする、いくら言ってもこの1年国会でいろんなところでおかしいでしょ、順番が違うでしょと訴えてきました。保育所に入りたくても入れない人たちがたくさん待ってるんです。予算が山ほどあってお金が余ってるなら保育所をどんどん作って待ってる人が待たなくていいようにして、その上でタダにできるなら私たちもそうしたいです。でも限られた予算の中で保育所を増やすのが進んでいないんですよね。しかも皆さん保育所の保育料って知ってますか。所得に応じて差がついてるんです。所得の低い人はそもそも今でも保育料を免除されてるんです。所得の高い人はそれなりに保育料を払ってください。まさにこれをタダにする、皆さんの税金を使ってタダにしたら所得の多い人ほど大きな恩恵を受けるんです。その金があったら入りたくても入れない困ってる人たちのためにそのお金回すのが真っ当な政治じゃないですか。私たちはこうした対案をずっと言い続けていく。子育ての問題は若い人たちの問題で自分たちには関係ないなんて皆さん思わないでくださいね。社会はお互い様でできている。どうも今回の副大臣や政務官の人事を見ると
子供は金のために経済のために生まれてくるんだ、だから国が旗振って上を蹴らせよみたいなことを言ってきた人が何人もちらほら見えますが、こんなもんは間違っています。家族を持ち子供を産み育てるかどうか、それこそまさに自己決定、それぞれの皆さんの判断だけど、希望をする人が希望を叶えて子供を産み育てることができる、そのための環境を整える、結果的に子供の数が増えれば結果的に消費は増えますよね。結果的に20年25年後皆さんの将来を支えてくれる納税者消費者が増えますよね。今だけ考えていた、俺はもう子育て終わったからこれからの子育て自己責任でやってくれ、いやそれならあなたの20年後も自己責任でやれますか。社会はこうやってお互い様なんです。子育てをしたいと思いながら、子供を産み育てたいと思いながら、保育所が足りなくて諦めている人、その人たちが希望を叶えることで巡り巡ってあなたの将来を支えてくれる、この国の未来を支えてくれる子供たちが生まれ育ってきてくれるんです。このことをみんな忘れていませんか。逆の方の話もしましょう。高齢者の皆さん、高齢者の皆さんの中にはそれなりに老後のためのお金を貯めてきた人少なからずいらっしゃいます。べらぼうなお金を貯めてる人はそんなに多くないかもしれません。でも日本の高度成長を作ってくださった世代の皆さん、老後のためにと思ってコツ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 貯めてきたお金がある方がかなりいらっしゃいます。問題は老後になってそのお金使ってらっしゃいますか。老後のための蓄えを老後になっても使っていないんじゃないですか。日本は消費不況です。皆さんにお金を使ってもらって消費を伸ばさないと本当の経済回復はできません。老後の蓄えがある方はその蓄えを充実した老後のために使っていただいた方がご本人のためにもなるし、社会全体経済のためにもなるんです。あの世には預金通帳持ってきませんからね。高齢者の皆さんに蓄えを使ってもらおう。この間安倍さんが一生懸命やってきている政策ご存知ですか。孫に教育資金を生前贈与したら税金負けてあげますよ。安倍さんのお友達にはそういうお金持ちが多いんでしょうね。だからそういう政策一生懸命やるんでしょうね。税金のことが心配で老後の蓄え使えないんだって人どれぐらいいらっしゃいますか。税金ちょっと負けてくれるなら孫に教育資金生前贈与しようか、そんな余裕のある蓄えが、そんなに大きな蓄えある人がどれぐらいいらっしゃいますか。まさに自分たちの周りしか見ていない、強いものしか見ていない象徴じゃないですか。むしろ高齢者の皆さんが老後の蓄えを老後になっても使えないのは医療の不安であり介護の不安じゃないですか。だったら限られたお金介護の充実に使いましょうよ。そのことは今介護を必要としながら十分にサービスを受けられていない高齢者の方、その方だけの話ではありません。すでに一定の年齢に達した皆さんは自分の老後が心配だと思います。でも若い皆さん、一言じゃないんですよ。皆さんの親御さん、あるいはおじいちゃんおばあちゃん、本当に介護が必要になった時に今の日本の介護サービスのこの量的にも質的にも不足している状況では、その負担はあなたのところに来るんですよ。高齢者の皆さんが安心して年を重ねることができる医療と介護の体制を作るということは、子供や孫の世代のあなたが親のことに対しての心配を小さくして自分のやりたい道をやりたいように進んでいける、その自由度が増していくんじゃないですか。こういうふうに社会はお互い様でできているんですよ。これを高齢者のための政策、若者向けの政策、こんなことをやって世代を分断して対立を煽って、そしてどっちもいい加減、こういう社会の構造そのものを私は変えたいんです。
立憲民主党は経済が弱いよく言われます。でも私はもうすでに大事な経済政策を2つ申し上げました。保育所不足を解消する、そのために今一番急がれるのは保育士さんの賃金が安すぎる、介護のサービスが不足をしている、高齢者の皆さんが安心できるために介護のサービスを量的にも質的にももっともっと増やす、そのためには介護職員の皆さんの安すぎる給料を底上げをする、限られた予算財源はそこに回すのは高齢者の皆さんの政策、子育ての支援の政策であると同時に、今求められている最も効果的な景気対策、経済対策なんです。昭和の時代のかつてうまくいった経済対策がこの平成の時代も終わろうとしているときに同じようにうまくいくと勘違いをしているから、株価は上がってもあなたの暮らしにつながっていかない。かつてのように貧しい日本が先進国を追いかけるという戦後復興高度成長の時代ではありません。日本は成熟社会になりました。日本の経済の半分は個人消費、皆さんそれぞれがどれぐらいお金を使うのか、このことが日本の経済の半分占めてるんです。ここがずっと低迷し続けているから日本の社会も経済も元気にならないんです。なぜ使わないんですか。不安が大きいからじゃないですか。その不安を解消させる政策こそが経済対策なんです。金沢文庫の周辺にお住まいの方はどちらかというと日本社会の中では相対的には恵まれている方が多いんじゃないかなと思うんですが、だから申し上げます、貧困対策、格差是正は貧しい人たちのためだけの政策ではありません。景気対策です。それぞれのご家庭は自分の収入しか消費できないです。年収400万円の人が失業してアルバイトで食いつないで年収が半分200万になったら、もともと400万ほとんど消費をしていたでしょう。減った200万減、消費が落ち込むんです。年収200万の人を300万にしたら増えた100万円消費が伸びるんです。金持ちほどお金は使わない、これは経済の大原則です。お金持ちになればなるほど手にした所得の中で使う比率が減っていきます。生活が苦しければ手にした所得の 100% 消費に回ります。その所得の低い人が、あるいは消費性向という使う比率の高い中間層が貧しくなって、中間層が減って格差が拡大しているから消費が増えないで経済がいつになっても元気にならないです。そんな中で強いものをさらに強くして、豊かなものをさらに豊かにして消費につながりますか。普通の暮らしをしている皆さんの分厚い中間層と言われた、一億総中流と言われた、そうした人たちの暮らしを押し上げる、さらに所得のない人たちの所得を増やしてあげる、これはまさにお互い様なんです。そのことによって社会全体、経済全体が元気になっていくんです。私たちには明確な経済政策があります。経済の対案があります。そのために介護職員の方や保育士さんや、これだけじゃありません、いろんなところに重労働で責任が重くて人手不足なのに低賃金で、そうしたサービスを増やしていけば安心が高まって、波及効果の大きい部分は一つ一つは小さいけど山ほどあります。そこに限られた予算財源をしっかりと回していくことによって日本の経済を元気にさせていくことができる、いやこれ以外にはないと私は確信をしています。ぜひ私たちと一緒にそうした昭和の時代の先輩方が作ってくださった豊かさをしっかりと一人一人の暮らしの豊かさにつなげていける、そんな時代を作っていこうじゃありませんか。そのためには私たちは草の根の民主主義を実践していかなければならない、そう思っています。
まさに自分の周りのお友達の顔だけ見ているから暮らしの全貌がわからないんです。今日も今ご紹介の通り北海道から帰ってきました。朝一番では石狩の 漁港に行って鮭の水揚げ不良だそうで、私が行った時にはもう水揚げ終わってました。水産加工の工場を見てきました。北海道の農場を見てきました。そこで働く外国人の研修生の方とも話をしてきました。本当に津々浦々にいろんな暮らしがある。その津々浦々のさまざまな暮らしの中でどこを政治が後押しをすれば、例えば収入が大きく増える、増えなくても安心して使える、安心してそれぞれが暮らしたい場所で暮らしていける、そうしたことのためには本当に津々浦々多様な暮らしの声に寄り添って、それを踏まえた政治をやっていかなければならないと思っています。篠原豪さんはそうした思いで集った私たちのチームの中でも、まさに自ら地域の皆さんの暮らしに寄り添って暮らしの声を届けていくと地方政治を実践をしてきて、そこだけでは暮らしをよくできないという思いから国会に出てきてくれた、まさに我々の草の根の声の代表です。でも皆さん、篠原さんだけではできません。そしてこの神奈川では来年牧山宏恵さんが改選を迎えます。牧山さんも私たちと一緒に草の根の声を踏まえた政治をやる国会で頑張ってくれています。川野さんはまさに当事者として厳しい状況にある、困難の中にある、そうした状況の当事者としてその経験を踏まえた仕事をしてくれています。でも私たちだけではできません。津々浦々の暮らしは山ほどある。立憲民主党というチームでよりきめ細かく皆さんの暮らしの声をみんなで受け止めて、それをチームの中で共有をして、受け止めてくる声には相矛盾する対立する意見もありますよ。それは漁協やあるいは農村でそういった人たちの声と横浜の金沢の声は違うかもしれない。でもそうした声をちゃんとまず受け止めて、それを踏まえて政治を進めていかないと今のような勘違いをした政治になる。だから私たちは当事者の前ですいませんが、来年の参議院選挙以上にその前の統一地方選挙が大事だと思っています。一緒にチームとして草の根の声をしっかりと受け止めて、みんなでチームで共有ができる、その声を受け止める仲間がそれぞれの自治体でしっかりとした仕事をしていく、そのことがあって今日私が申し上げた草の根の政治が実現できると私は思っています。ぜひこの統一地方選挙、そして参議院選挙、皆さんの力でこの1年間、立憲民主党は結党から1年は実は私の想像を超える大きな前進をさせていただきました。昨年の10月2日、一人で記者会見をしたとき、私自身もこの選挙で落選するんだろうなと半分は思っていました。一緒に枝の旗を立てろ、一緒にやろうと言ってくれた仲間何人国会に戻れるだろうと思っていました。野党第一党なんて全く想像していませんでした。でも皆さんの力でその21日後衆議院選挙で小さいながらも野党第一党という、そういう力を役割を与えていただきました。ただ野党第一党の歩みとしてはまだまだ皆さんのご期待に応えきれていない、それは確かです。まだ全国に33都道府県組織、ゼロから始めたことを考えればよくこんなに全国各地で仲間が集ってくれた。でも政権の選択肢として皆さんにお訴えをしている政策を力強く進めていくためにはまだまだ47全部揃うの当たり前、脇山さんや河野さんをはじめとして3人でも仲間が加わっていただいて衆参で80名ほどのチームになりました。桁が違う、
もっともっと同じ志で同じ旗のもとで一緒に戦うチームが必要です。そのために私も先頭に立って頑張っていきます。でもわずか20日で野党第一党を作り上げたのは枝野幸男ではありません。私ではありません。私を背中を押して立たせてくれたあなたです。そしてわずか20日半の戦いで55人の仲間を当選させてくれた、それは皆さんの力です。政治を動かすことができるのは、政治を変えることができるのは、政治家や政党ではない国民の声なんだということを、立憲民主党は昨年皆さんの力で教えていただいた。そして皆さんはそんな力があるんだということを証明したんだと私は思っています。だから私たちは皆さんを信じて、しっかりと初心を貫いて前に進んでいきます。それをしっかりと貫いていけば、国民の皆さんの力で今の政治は動かせる。私たちはそうした皆さんと共に進んでいく、その決意を皆さんにお伝えさせていただき、特にこの金沢区では篠原豪さんがまさにその先頭に立って皆さんと一緒に日本の政治を動かしてまいります。この国の未来のために、お互い様に支え合う社会のために、私には篠原豪にはあなたの力が必要です。あなたの力が必要です。あなたの力が必要です。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。熱い思いを枝野代表、立憲民主党枝野代表に皆様方にお訴えをさせていただきました。枝野代表、今日は朝早くから北海道に遊説に来まして、今羽田からこの金沢文庫に、篠原豪の支援に、あるいは来年統一地方選挙の応援に駆けつけていただきました枝野幸男、立憲民主党代表でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。これから始まりました金沢文庫日記の紹介してましまての立憲民主党の大演説会、以上をもちまして終了したいというふうに思います。